あのさ、倍増キャンペーンやってくれないかな。俺だけ特別に、要はね、ガチャ引いて、が多くなったわ。ガチャ引いて、当たった装備、武器とか防具を全部倍増、全部かける2個。例えば1個、この剣を、ね、このバーストの剣を出したら、これを全部かける2で、倍増にしてくんないか提な。案理論きたー。それくらいのこと1回やってくれてもいいでしょ、倍増で。これね、倍増すればほら、一気に青装備になるかもしれないし、もしね、お前のも装のは備俺のが、もの、俺のものも俺のもの。もし装備が万が一ね、余ったら、ほら、鍛錬の自材分料だとかにけ、わもらわら。できるから。そう、俺だけ、そう、倍増というね、取り決めをしてほしいんですよ、運営来さました、ガチャ間に合った。ん。間に合った。今ね、運営さんに、割れた。俺のガチャだけ倍増してくれないかなっていうね、話をしてたとこころれなをんです聞いよ。た運営は油断しませんわ。わら。宗太郎さん倍だ増っけ、ちゅどんのは倍この増。ミラーボール突のこ然と全言う滅とる裂んやで。連、超必ま殺さ倍か増、天下の運営に懇 DNN 怠。の運営班ともあろうお方が、約宗太束郎を君反故には、するようなことをするとは思いまへんが。なあ、運営班、受けてもらえましたろ、これ。揺れてでな、裏べ。そう、よくわかったね。わらわら。これ赤城に出てく割れた。る、小ネタが。浦部と裏いで割うれキャた。ラクターなんですよ。和骨でこす。れは、要はね、これ掛け金をとね、ね、でな、わらわら。倍増、裏では回DNA って復。間違えちなゃっかた。なかやりますね。わら。これ渋いよね。このね、浦部わかるや裏つではくすね、わろた。わら。このね、セリフ割でれた。もうクソワルターでしょ。もうこれね、はよ。作りながらね、クスクスしちゃっ筒たも香ホームラン打って、わらわら、悪い顔してますわ。浦部大好きなんですよ。じゃあ行きましょうか。玉平子成佐々木か29ゆ年さん、当時の神回。2910ジェムは現在の貨幣価値に換算すると約顔が悪3000す円でぎ、ある。笑。おお、笑った。裏部の装備が出ちゃこうれいいよ。でしょ。笑った。これナレーションであるでしょ、これ。いいですね、笑。仕込みが連発。お腹痛い、笑。ミラー出た時の宗太郎さんもさっきのやつみたいな顔するんやな。圧ドじゃ、ン。まずは11笑連。笑。ビットコイン換算をなしやす。わらそわら。う。和ガチャ骨はで今す。からです。ガチャは今からですか？いえいえ、YouTube のみんな見てる？ V、100人超え。裏部。瞬3枚引きそう。倍増チューンはミラーボールのことを。入っとらんがな。ミラーボールが入ってないぞ。うわー、鎧とかは助かるけちゃんど。と杖2個、安定の、何出た？何出たかな？クリルラ。これ新しいやつかキな？ラキラが倍増されたのかも。いけ、倍増キャ2ンペーンは個、どうし倍た？増。同時引きでミラボ2個来た。川田組長が約束を反故にしてたぞ。倍増にそなっれてな何いぞ。回も再犯されてますやん。再犯されてるやつか。川田組長とキャンペーン終わりまし偽た？赤城が笑った。偽赤城がちょっとこれ、倍増の約束だったのに。じゃあ2発目いきましょうか。これな、春のジャイアニズムキャンペーン。よし、気合い入れていこうか。ちょっと、リーチ。
リあ、なんかのリーチ来た。あのライトニングのリーチが。なんでライトニングはラタ、なんか混じってますやん。激アツ。あ、ライトニングあの激アツ予告来た。なんかもうあのピキーンってなってる。これもあの確定のやつだ。あ、しかも新しい、新しい、あの、あ、これあの、こたばちゃん激アツが来た。これあの、こたばちゃん激アツで、うん、あの、水着のこたばちゃんが、あの、水着のこたばちゃんがあの、激アツになっちゃった、これ。わらわら、こたばちゃん、こたばちゃん来た、うらべ。やめろ、わら、わろた、あ、もろたで、あ、もうあの、激アツから下がって、あの、うらべになっちゃった。もうまあなんかあの激アツじゃなくなっちゃったじゃんこれ。これは外れますわ。あの裏部だ。この流れあかんわらた。回収に入ります。裏部、裏部来たな。裏部はプレミア。裏部なぜだわらた。あの小田場さん。裏部を押してくるな、ずいぶん。二発目。倍増中はミラボロールのことを言うとるんやで。ミラボうわ邪魔や。ちょっと。ああ。もうやだ。もう。ちょ一個だよ。ふざけてんな。もう倍増って言わないからミラーボール。ちょずいぶん渋いぞ。わこれこうあの弱そうな剣だよこれ。あ、あ、バーストだでも。裏べ効果、バーストね。バーストだった。バーストやん。あ、持ってるやん。まあ、マスターになってるぞこれ。裏べが悪い。わら。え、これもう持ってたあの、もう、もうこれあの、え、一個で？武器ばっか、マスターになってる。え、これもあの、あのダメじゃんこれ。なんかもうあの裏部って書いてある。持ってますね。かぶりばっかり。うわーちょマジか。裏部さんはハズレフラグ。ハズレです。いやそんなことないよ、そんなことないよ。次で酔いの欲しいな。倍増の約束破られましたね。そう倍増の約束破られたな。6000円でこれはきついですね。そう6000円でこれないよ。ちょっとそう次来そうだな。次こそ、次こそ、うん、大丈夫かよ俺。じゃあとりあえずコタバカットインこいこい許さんぞ。よしあのコタバちゃんカットインを6000円もあればスイッチの新作ソフト1個買える。わら、本当だよ。ミラボが来るとは限らない。まあ、次ね多分あのコタバちゃんカットインであのミラーボール来ると思うけど。裏部ちゃんカットインはよ。だがその先天が茨の道だ。あステップアップ来た。兄さんのやわな足じゃ。まず通り切ら。ステップアップが来たぞ。金枠わらエブアかな。ステップアップの金次こそプレミアキャラ出るはず。金枠が来たらもう当たりだろう。動きが入ってきたわらた。裏部金枠、裏部の金枠が来たらもう確定なんじゃないのか。ちょっともう一回見てみる。ちょっともう一回見てみる。これ裏部じゃねえかわらわろた。いやこれあの言葉ちゃん ステップアップじゃないのか。その先天が茨の道なんよ兄さんの山の足じゃ。エブアステップアップきたわらた。まず通り切らん。いやもう通り切らんわけですよ。よしじゃあ行きます。まだ弱い、うん、結局浦部さんじゃん。言葉ちゃんいなくなっちゃった。これは外れますわ。いや当たるよ。いやいや絶対これあの自信がある。あの自信あるから。モノノフチャンス。群雄割拠のガチャ動画。華麗に来た動画主。熱き男の魂を選んでいただきたくござそうろう。アルパカさん。あ、あの激アツの、あの激アツの、あのモノノフチャンスが来たぞ。クソワロタ。
アルパカさんまで、風間森夫さんの声がまた良いんよね、わら。左の人アルパカさん、わら。家みたいで草。左の人まだやってるの？動いてる動いてる、わらた。あ、わらわら。あ、大当たりだ。アルパカさん爆死決定。課金を止めていって、ね、大真剣な目をしたから、そこから誰も気づかれ、あ、もう大当たりあのラウンドは始まっちゃった。ケイキスター笑った。きっと愛するキャラを大切にして、知らずに臆病なのね。使った金額も見ないふり、勘違いで喜んでた。あと何回回せばバーッと出てくるの？お願い立ち立ち画面立ち、頼むから立ち、また外して受け狙ってよ。ため息の数だけ納めたお金、回さなければ悔しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、ずっと悲しみを繰り返す。あ、なんかあのハンドルをあの左に戻してくださいって、あのハンドルをあの左に戻さないと。アマデジオ終わった、わら。あ、もうあの核編に入ったって、あの核編にあの突入だって。核編きたー。あー、もうこれ当たるわ。おもろすぎ。もうこれ、もうこれあの核編きたら当たるんじゃないのか、ミラーボールが。核編や。最後の人は何して捕まったの？嘘笑った。いや捕まってないっちゅうね。最後に本人来た。ミラーボールが。これは最高傑作。確率変動が来るんだろうが。え、嘘だろ、マジかよ。おかしいやん。結構頑張って作ったのに、おかしいやん。頑張って作ったのに21個って、 おかしいだろこれ。9000円返せよ、本当によ。ふざけんなよ、本当によ。あらら、笑った。ここまで頑張ったのに。マジかよ。運営には受けなかった。超必殺技だよ。アルパカフラグツエ、笑。マジかよ。ルーティーブのみんな見てる？トランプ、笑。あの 4,5 時間かかってんだけど。本当に 4,5 時間かかってんだけどさ。しかもほら、アキラックスさんとさ、モン吉さんがあのコラボやってたじゃん。YouTuber 見てる？あれだからもう、ね、もうだからさ、ほら勝手にコラボだよこっちは。なあ、コタバちゃん入れなかったからでは。もうあの全くあの許可を取らずに勝手にコラボだよ。あー、しょぼん。これは彼の呪いですわ。やったよ。その襖みたいなの。許さんぞー。97で当たりましたよ。そうパカ、コラボ確率変動終了。ミスリルを使って追加で回すんだろうが。はい、来ない。はい、終わった。はい、ミスリル失った。ふざけんなよ俺。珍しくミラー来ないね。なめてんな。おい、またこれ下の方で。お、マジか、マジかよこれ。同時引きでミラゴさん子いただきました。あ、バースト1個入った。わらわら。あ、マテリア、マテリア誰のこれ。嘘だろ、ミスリルまたなくなっちゃったぞ。時短でも引き戻せずクソ。わらた、え、これ強 い、ね、いや、これマテリアってさ、ゆるさんぞ。え、これ何、一個も装備取ってないやつ。ミスリル待て終了。わら、再度いいな。ミラゴさん子譲ってください。え、ミラゴさん子譲ってください。あー、女王終わった。爆死で終わったぞ。あーあー、じゃあちょっとね、あれだな、もう一回
この、コメント内ないバージョンで考えた方がいいですね。最後もう一回97やりましたか。面白かったです。まあ、みんながね、楽しんでくれたら、皆さんのギャラとして1万、うん、ということですね。これスタッフロールがないと面白かったです。コメントがないバージョンでもののふチャンス、流す群雄割拠のガチャ動画、華麗に生きた動画主、熱き男の魂を選んでいただきたくござそうろう。ものちゃん、過去最高に面白かった。わら、あ、ルーレット来た。で、この文字をさ、ね、この文字をよく文章読んでほしいんで、これ。ね、これ読んで。ね、この文章読んでみて、ちゃんと。運営よりいついかなる時でも爆死してもよいという爆死御免状を受けたまわるも、動画主を引退。きっと愛するキャラを大切にして知らずに臆病なのね。今何をやってんだろう。使った金額も見ないふり、勘違いで喜んでた。あと何回回せばバスと出てくるの。お願いタッチタッチ画面タッチ頼むから、立ちまた外して受け狙ってよ。ため息の数だけ納めたお金、この文章の文太郎さんが考えたんですか。なんて知らずに過ぎてゆくのに、ずっと悲しみを繰り返す。矢印も違うんです。笑、最後の人は前科何犯ですか。いや、前科ないよ。いや、前科ないですよ。運営をゆすった罪です。わらわら、ハイチさんと義兄弟のちぎりとか本当ですか。わらわら、なんかね、ガチャ芸人、仲良くしてんだって。ガチャプロじゃないんだ。